展望台から二つのイルカプールと越前海岸を望む越前松島水族館は、福井県堺市三国町先にある水族館。1959年開館。継承地東人号にほど近く、施設全体が越前加賀海岸国定公園の内部にある。なお、2015年に閉館した宮城県宮城郡、松島町のマリンピア松島水族館とは、無関係である。 展示内容など詳細は、公式サイトの館内案内図、パンフレットなどを参照。見て、触れて、楽しく学べる、水族館をテーマに掲げ、生物と来館者の距離の近さ、生物との触れ合いを重視した展示に特徴がある。大規模な隔壁が少なく、非常に近い位置から生物を観察できるほか、夏季のようなイベントを恒常的に行っている。 また、施設の奥はそのまま日本海に繋がっており、岩場での磯遊び体験も可能である。付近の砂浜での地引き網体験も行っている。運営母体は、京福電気鉄道系列の三国観光産業。水族館のほか、三国協定上の施設運営、東人坊温泉の三国観光ホテルでの、ホテル経営、活魚販売等を手掛けており、 展示生物の一部もこの活魚販売のルートを生かして補給されている。ハンドウイルカの小同じくイルカ賞よりゴマフアザラシ。ありがとうございます。